はい、明るくなってきました。1623回始めます。2023年9月21日、今日はこれでラスト、帰りますよ。はい、今日今朝方なんですけど、朝帰ってね、寝て、まあお風呂入ってご飯食べて9時ぐらいかな、寝てね、2時ぐらいまで寝て起きて仕事に行こうかと思います。うん、皆さんどんな日常を過ごされてるでしょうか。私はもうね、この感じ、夜中喋ってっていうスタイル1年ぐらい経ちましたね、こんなの。本当に、うん、あの冬はストーブ焚いて、夏は夜中仰いでみたいなね、本当に廃屋で喋るみたいな、何なんでしょうこのライフワーク。はい、ありがとうございます。チャンネル登録お待ちしてますんで、よろしくお願いしますね。今度次ちょっと時間あるんだね、9月今21日だけども、26、7、8ぐらいになると思いますよ、次喋るのね。それまで皆さん元気でお過ごしください。最後 CBC テレビから、裸の動画を担保に15歳少女らに金を貸し付けた疑いっていうことで逮捕ってことで、裸の動画を担保に金を貸し付ける、しかも15歳少女に。いやー、裸の動画が担保価値あるんですね。いや、あるだろうか、あるだろう。いや、これは本当にもう、例えばこれ少女15歳、まあね、実際これあの盗撮とかでもね、それネット上に流して課金してみたいなの、お金になるみたいだからね。うん、あと本当、例えば下着とかね、うん、お金になるみたいだから。あとね、女子のパパ活じゃないけど、まあ昔からお金になるね、うん、売春。いや、もうもはや15歳少女の裸の動画が金貸す時の担保になってしまうっていうね、恐ろしい話だよ。 CBC テレビ、少女らに裸の動画を送らせ、それを担保に金を貸し付けたなどとして男が逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市北区会社役員、篠田雄氏っていうかな、うん、容疑者50歳ですよ。頼むよアラフィフ少女の裸の動画を担保に金貸すなよ、うん、篠田容疑者は今年4月、15歳から22歳までの少女と女性3人に合わせて47万円貸し付けたと。他、貸し付けた金や利息を共犯の男の口座に振り込ませた貸金法違反などの疑いですと。エッチなのを担保にしてくれるならつって、裸の動画を担保に15歳少女らに金を貸し付けた疑いで逮捕ってことでね。篠田容疑者、少女らに裸の動画を送らせ、そのデータを担保に金を貸し付けていましたと。篠田容疑者は SNS で融資を希望する女性を募っていました。共犯の男も逮捕されましたが、警察は2人の認否を明らかにしていませんっていうことですけども、いやこれ裸を担保に金を貸すと、うん、でもしお金を返してもらったらこの担保普通は返すんでしょうけど、まあこの悪い男はね、まあ、動画とか写真なんていうのはね、いくらでもコピーできるからね、本当にね、あの、まあ、うちの娘にも伝えなきゃなんないけど、裸の動画とか写真とかそんなのももちろんね、撮る時点でもうダメだよと、うん、自分であれ他人であれね、うん、自分で撮らない、他人撮らせないっていうのが一つ、それをネット上で誰かに送るなんていうのはもう言語道断ね。あともう一つ、あ、もっとなんだろうな、うん、そうだね、 あとあれね、自分の免許証とかね、学生証とか、そういった自分の住所とか氏名とか年齢とか、生年月日とかかかってるもの、これをやすやすとネット上で送らないとかね、うん、打ち込まないとか、メモらないとか、そういったことね、そういうのも大事だよってことを教えていかないと、なんかオレオレ詐欺の受け子とかになる人も簡単に免許証とかね、送ってるみたいだしね、写真撮って。もうまず今ね、本当に自分の住所とか個人情報、これの売買ね、簡単にやり取りするからね、若い人たち、うん、ネット上で。今その LINE にしたって TikTok にしたって、そういったものをいろんなバックドアとかついて外に漏れる可能性っていうのは大だから、うん、まあ私なんかも
やらなくはないけどね、クレジットカードの情報とかね、ネット上でやらなくはないけど、まあ、本当に信頼たるクレジット会社だったり、ね、金融機関だったり、ね、そういう場合はちょっとやる場合もあるけどもね、なるべくやらないようにしてますよ、うん、言わんや自分の裸の画像とかね、動画とか、その相手まともじゃないですからそんな裸の画像とか動画とか要求してる相手ね、それを担保に金を貸すとかいうのも全く信憑性信用できないよね。だって金貸しなんかできないんだから、そんなの普通ね、登録業者ね、番号聞いてね、実際登録免許受けてるのかどうかね、金貸しに関しては、うん、利息制限法とか出資法とかあるんだから、もう本当に合法的にね、日本の、うん、金融庁に登録してるのかどうか、うん、そういうのを調べるとかね、本当、いろはの日、騙されないためのいろはの日ぐらいはね、知ってた方がいいと思いますよ。世代問わずね、若くない問わず、と思います。本当、しかし、裸の画像とか動画とか担保に金貸すっていうのね、初めて聞きましたね、今日ね。これ、初めて、本当に。いや、いろいろ考えるね、本当に。いや、本当に、すごいね、悪さする人。ということで、今日明るくなってきたところで帰りますよ。今何時だ？午前5時45分ですよ。もう6時になっちゃう。早いよ、本当に。今ね、為替が148円台乗りましたね、完全に。148円25銭とか28銭とかつけてますよ。で、WTI の原油はちょっと下がって89ドル台になってるんですけど、本当に為替やばいね。150円いくね、これ。完全に乗ったもんね、148円台ね。いや、怖い怖い。はい、終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。また会いましょう。皆さん、お元気で。さよなら。失礼します。